イカラ万歳、シンガーの田村直美です。皆様こんにちは。大人のためのインターネットテレビ、ハイカラ万歳の時間がやってまいりました。本日もハイカラスタジオからお届けしてまいります。ナビゲーターのハイカラ編集長、青野秀俊でございます。いよいよ5月の11日ゴールデンウィークも終わってしまいまして、なんとなくこの時期はこうかったるいというかですね、眠いというか、5月病なんていう言葉がありますけど、こう少しこう沈んでしまいがちですけど、今日は大変素敵な方がゲストでございますので、皆さんぜひ元気よく進めてまいりたいと思います。皆さんもよくご存知のシンガーの田村直美さんです。ようこそいらっしゃいました。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。もうロックシンガーっていうだけでなんとなく私もこうおっさんなもんで、今日はそのおっさんで攻めますね。すいません。おっさんでございますけど、ぜひよろしくお願いいたします。まあ、過去にもいろんなあのロックの方とかいろいろ来てはいただいてるんですが、だん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 、まあ、僕も音楽大好きなんですけどね、こう見えても、こう見ましょうね。まあ、あの言ってみますと、日本のこの女の子バンドのもう草分け的なバンドで、パールというのがございまして、はい、ここでメジャーデビューを。そうです。これを活動でもうメジャーデビューして、今年が25周年なんです。すごいですね。長いですね。長いですね。あの女の子バンドなんですけど、はい、なんか流行ってたんですか、なんか憧れとかあったんですか、当時。元々は、当時全然そういう感じじゃなくて、中学の時に先輩、一つ上の先輩がやっぱりバンドを作ってて、それをこう体育館かなんかで文化祭のために練習してたかなんかをこうやって見てて、あれを女の子でやりたいと思ったんですよ。でも初めはなんか男性のどっか、まあ洋楽であれ邦楽であれバンドのなんかファンだったんじゃないですか。いや、でもないんですよ。じゃないんですか。でもないんですよ。本当にその人たちがやってるの見て、なんだあれはって思って、あれがやりたいっていうところから始まって、で、あれがドラムって言うんだみたいなとこから始まるんですけど、だからライブハウスに出られるようになって、あ、違うな、ライブハウスに出る前にライブハウスにちょこちょこそれから行くようになって、もう現場で覚えていく感じです。なんだろう、あのギターの人が押さえてたこの手、この手と形って思って。そういう世界ですか。そう、それを持って帰って、このコードって何って言ってギターを知ってる人に教えてもらって、それから曲作りするんです。もしかしてアコギもやらないぐらいだったんですか。あ、そう、それでメジャーで言ってちょっと信じられないですね。で、なんかそう、じゃ頑張ったんだね。頑張ったんですね。で、あれですか、じゃあ女の子のその仲間でもなかなかできる人いないかですね。でもね、クラシックピアノやってる人がいたりとか、ね、同じような考え方でベースちょっと弾けるよとか、お兄ちゃんがいる妹とかはやっぱりちょっとギター持ってたりとか、そうすると当時のステップって割とこう素人バンド的な、全然もう高校生、中学生、高校生、卒業してちょっとまたやったっていうような、よくこうでソニー の, あのオーディション合格しましたね。でそれが最初ってこうオリジナル曲が少ないじゃないですか。そうするとやっぱりライブハウス出られないんです。で、私たちは名古屋にあったライブハウスがあるんですけど、有名な老舗なロックが通、ロックの人たちは通らなければならないって、うんうんって言ってるけど、そのお店がありました。そこに出たくて、それでこうオリジナルを作るわけですよ。で、こうデモテープとかを作っていくんですけど、たくさんは作れない、やっぱり 2,3 曲だったりするから、それでオーディションとかはまあ当然ライブハウスの方には持っていけるんですけど、他が動けないじゃないですか。でその時ってこうどう言ったらいいんですかね、コンテストがすごくあったんですよ。ものすごくあって、年間に。でそれで3曲ぐらいのオリジナルでも出られるじゃないですか。それでいろんなところに巻いてコンテスト出させてもらって、それがおいおいソニーのオーディションにつながっていくんですよ。でも結構本格的に練習したバンドもあったんでしょ、多分。私たちもある時期そのなんか並行してたと思うんですけれども、その巻きながらライブハウスにも出られるようになって、やっぱりそのライブハウスに行ってからですね、その店長さんにも厳しいですもんね。チューニングから。じゃあ結構しごかれて。はい、そこから。ああ、じゃあそこからもマジですね。そうですね。ああ、そうなんですか。それで1987年にこのパール、ファーストアルバムが出るわけで、メジャーデビュー。はい、うん。そっ
これはどれぐらいの期間あったんですかね。東京に行ってからですか。バンドがよくあった話なんですけれども、当時ってこうバンド、例えば私たちならステップというバンドで、うん、もう時効だから話していいんだよね、うん女の子バンドで4人でやってたんですけれども、はい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 、やっぱりこう東京に行くときにはその中の何人かだけしか行けなかったんです、うん、でもバンドでどうしても行きたかったから、うん、最初に誘ってもらったときにはドラムの人もなんて言ってみたり、ベースの人もって言ってみたり、1年か1年半ぐらいこうやり取りをソニーの人としてもらって、でその担当になってくださったソニーの方もすごくいい方だったので、はい、じゃあやっぱりこのレベルまで来ないとダメだよとか言いながら1年半見ててくれたんですけど、はいはい、やっぱりバンドの中でちょっとこううまくいかなくなっていって、はいはい、それでドラムの子と私と2人で東京に行き、ベースの子とギターの子は名古屋に残るっていう形になったんです。だからその間は大体メンバー変わるわけですね。そうです ね、そうやってね、うん、だからみんなそんなようなことを歌にしてるんですよ、やっぱり当時のバンドって。そうなんですか、うん、なんとなく、うん、まあ、あの先輩格ではレベッカとか さっきも話しあったんですけど、うん、プリンセスプリンセスなんてのは先にもうメジャーデビュー、うん、いやもう全然先輩ですね、全然先輩で、はい、でその女の子バンドの割と後期の方なんですかね、じゃあブームのね。なんかね 何期かにこうバンドブームって来るんですけど、女の子バンドっていうもの自体も少なかったので、少なかったですね、もうバンドブームっていうふうにしちゃうんですけど、うん、何期か目の本当最後の方だと思います。だから一緒にこうその時ってやっぱりあのロックサーキットってとかって言って、うん、みんなでいろんなところでコンサートするっていうのはあったんですけど、仲良くなるんですね、うん、でも私たちやっぱり一番なんていうのか、みんな先輩でした、ね、ああそっかそっか、うん、じゃあ割と静かに隅の方にいた感じの、そうですね、遠慮気味にしてた、はい、ああそうですか、うん、でも羨ましいですね、もう有名なアーティストさんとねこう一緒に関われる。そうですね、今考えればそういうのないもん ね、すごいたくさんの人数でバスで移動してみんな次の町に行って、ね、みんな演奏してっていう。だからみんな意外とミュージシャンってあの割と下積み時代、うん、いろんなこうロックフェスティバルみたいのなんか行ったりなんかしててしてるから、こう会ったりしてるから仲良かったりするんですよね。そうでしょうね、きっと、うん、ね、僕はあのどちらかというとフォークソング世代なんで。あ、そうなんですか、はいはい、なるほど。あの中学校とかね、高校の頃は、うんうん、ニル・ヤングとか、まあ、そうですね、はい、でその後ですね、はい、まあ、活動休止してアメリカに行ったりなんかもすっ飛べをするわけなんですけど、うん、その後は今度はソロシンガーとして活躍されまして、皆さんよあの聞けばもう懐かしいなと思うと思うんですが、あのカメリアダイヤモンドの CM ソング、はい、この永遠の1秒がこれ50万枚当時売れたという、はい、今 CD なくなっちゃいましたからね、少なくなっちゃいましたからね。そうですね、ダウンロードの時代ですんで、ね、でもやっぱり版があった方が幸せになる。僕は版派です。ですよね、だって最初レコードから CD になる時だって、はいはい、ね、どうすんのこのジャケット小さくなっちゃってなんて話もすごくあったから、まあ、LP なんてこんなでしたから ね、ありがたかったですよね、ありがたかった、なんか高価な感じしましたよね買ったみたいな。そうそうそう、それが CD になって、最近ダウンロードってなんか損した感じになるみたいな、なんか買った感がないなんかね、その大きいアルバムをね聴いた人たちはやっぱりそうですよね、はい、そんな気がしますね。あれはまたそのデータはデータの良さがあるんですけど、いいんです、ああそういうもんですか、プロからするとね、うん、いやプロからするとというか、まあ、便利ですからね。そうですそうです、どこにでも持っていけるし、これこんなたくさんの持っていくの大変だったでしょ、そうそうそう、友達の家に行くの、ね、確かに確かに、はい、そしてその後セカンドシングルで譲れない願い、うん、これはあの人気になりましたレイアースの、はい、あの漫画のアニメのオープニングテーマということで、これはなんと100万枚セールスしたんですね、うん、はい、当時ですら100万枚ってすごいですよね、うん、ですか ね、 ね、ありがたいですね。今なかなかもう CD で100万枚を超えたなんていうのは AKB かなんかが去年かなんか、うんうん、久方ぶりにそうね、大ヒットしたぐらいでもうないですもんね。そうです ね、 ね、さてさてさて、あの今回新曲がリリース4月もうされたばかりでございますけど、うん、4月25日にこれがテレビアニメのこれ噛んじゃいそうなんですけど、はい、クイーンズブレイドリベリオン、そうなんですよ、これ言いづらいですね、私も読めないですよこれがあのアニメで放送開始されてここのオープニングのテーマ曲、はい、そうです、ほう、田村さんが、はい、これはあの今で作詞作曲もされますが、うん、シンガーソングライターでございますけど、うん、これはどうなんですか。この曲は、曲がありまして、うん、でそれに詞を書かせていただいて、自分でお作りになって、はい、で歌った。ああそうですか。ちょっとこの私をですね CM の後にまた伺いたいと思います、はい、一旦お知らせです。